皆様ぬくいコーチで頑張ってください。応援しています。手厚い歓迎を受け、高知県でのキャンプをスタートさせたのは J1 昇格を目指すアルビレックス新潟です。雪の降る新潟とは異なり、気持ちのいい青空が広がる環境で、午前中はストレッチやランニング、フィジカルテストなどに汗を流していました。昨シーズンの主力に柏レイソルから期限付き移籍で加入した一平篠塚選手など新戦力が加わったアルビ、後半で失速した昨シーズンの反省も踏まえ、チーム力の向上に力を入れています。監督がいろんな選択肢を持てるように、みんなが本当に試合に出れる、体作り心作りっていうのができればいいなと思います。 J1 に、しっかり昇格をすると、まあ、その目標をしっかりと必ずや達成したいというふうに思っています。高知でのキャンプは来月5日まで続きます。